インド新幹線、2030年頃の開業を目指して、現在建設中となっています。海外の話になりますが、今のご時世、大変グッドなニュースであります。初めて高速鉄道にデビューするインド、次のように言いました。日本式の新幹線をフルで導入するぞー。ん？チャイナ？常識的に考えて論外だろう。東南アジア諸国で中国方式を導入するところが続出しています。そんな中、インドは日本式を取り入れることにしたのです。大変いい話ですね。まあ、どんな経緯があったのか、サンデーモーニングとかご覧になっていない子でもわかる感じに説明します。それは、約40年前、1980年代のことでした。日本では、新幹線がすでに広まりつつありました。この頃、インドでも、日本の新幹線みたいなもの欲しいな。新幹線のような高速鉄道をインド国内にも作るべきとの意見が出てきました。よって、国を挙げて、新幹線のプロジェクトに向けたリサーチを実施しました。ただ、現実的ではないとの結果になりました。当時のインドは、完全な途上国で、マネー的に無理だったためです。仮に作ったとしても、運賃が高すぎることで、一般客では手が出せないレベルになる状態でした。青春18切符しか無理なおっさんのような感じですね。よって、こう述べました。とりあえず、在来線をちょいスピードアップさせるか。在来線の高速化を進めていくこととしました。95年、一部区間で、時速130キロ運転がスタートしました。その後も、車両のテクノロジーが上がり、機関車方式で180キロくらい出せるものが出てきました。ですが、線路がガタガタなこともあり、130キロが上限だったそうです。とはいえ、経済発展は確かにありました。そこで、在来線を改良して160キロ運転をスタートさせました。これは、セミハイスピードレールと呼ばれるものです。英語の入試では訳せよとなった場合、準高速鉄道という言葉になるようです。そして、2009年、ついにこう宣言しました。今度こそ高速鉄道を作るぞー。となり、ついに新幹線のような高速鉄道を作る方針を固めました。ルートはこちらが現実的とされました。中でも、ムンバイ・アフマダーバードの区間、特に重要だとされました。故に、ここを第一弾として建設することになったようです。ですが、国内のテクノロジーだけでは無理そうでした。よって、海外から輸入するポリシーを取ることになります。ここで登場する国、それが我々ジャパンですね。2015年、日印首脳会談が行われた際、インドのモディ首相は、日本の新幹線を取り入れるわ。我々インドの鉄道、よろしくお願いします。と言い、ついに日本式を取り入れることにしたのです。そして、いろいろと政府間でミーティングを行った結果、JR 東日本の E5 系をベースにしたものを輸出すると決まりました。東北新幹線のやつですね。ただ、良い子の皆さん、少し疑問に思ったかもしれません。具体的に言うと、こんなクエスチョンです。おい、なんで ASEAN のやつらは中国式なのに、インドは日本式にしたんだよ。確かに、インドネシアやラオスは、中国の高速鉄道を採用しましたね。特に、インドネシア、普通に悲しいポリシーになってしまいました。ですが、インドには、ちょっとした事情があるようです。中国との関係、かなり悪いと言える状態です。なぜかというと、中国はインドに対し、おい、インド、お前のテリトリーの一部、俺のものだからな。さっさとよこせ。っていうか、世界全体を俺のものじゃね？ん？なんか文句あります？といった感じで、インドと領土問題を抱えています。故に、国の重要な設備が中国に抑えられてしまうと危険なのです。他にも、インドと仲の悪いご近所、パキスタンと仲良くしているなどの事情もあります。こちらも、インドとしては都合が悪いようです。その上、中国は、お金別に貸してあげるよ。でも返済ストップしたら、新幹線とか、俺の私物にするからな。よろしく。俗に言う、債務の罠って呼ばれるものも心配なところです。そんな事情もあり、日本式にした流れです。一方、東南アジアでボロ負けした日本側も対策しました。具体的にこう述べました。テクノロジーだけじゃなくて、マネー的にもサポートするよ。
奨学金みたいなものを出すこととしました。建設コストのトータルの8割近くを出すとしたのです。全額ではないものの、これは他国と比べて破格だったようです。しかも、日本円、低金利というのが特徴です。利子というお礼みたいなものを支払う必要があります。これを低く抑えることで、インド側の返済を簡単にした感じです。なお、インドの高速鉄道計画については、フランスも参加を狙っていた時期がありました。ですが、こう言いました。ああ、日本ほどお金に余裕ないから、奨学金は貸せないな。フランス、ヨーロッパの中でも大国というポジションです。自国では TGV を走らせていて、韓国はこちらを採用しましたね。ですが、日本のように、工業はそれほど盛んではありません。故に、奨学金を貸す財源に余裕がなかったようです。時速300キロ超の高速鉄道の世界では、日本が、いろいろと財布に優しいのです。そんな事情により、インドの高速鉄道は、日本式となった感じです。さて、進捗状況について見ていきましょう。現在は、建設の段階にあります。当初は、2023年にオープンする予定でした。ですが、まだ工事がスタートしたばかりです。その理由ですが、途中の州に問題がありました。ムンバイからアフマダーバードまでの途中、マハーラーシュトラ州というところを通過します。ですが、ここの州で政権交代が行われました。それまでは、国政政党のインド人民党が与党でした。よって、こう述べていました。早く新幹線欲しいなですが、地域政党、シブセナが選挙で勝利し、インド人民党は敗北しました。大阪維新の会が勝利し、自民党が負けるみたいな感じかと思います。そして、新しい地域政党は、新幹線マジいらねえ。やっぱりなかったことにしようかな。新幹線は、州にとってメリットがないと言い、非協力的だったようです。その結果、用地買収などがストップしていました。よって、新幹線のプロジェクト全体がうまくいっていなかったのです。日本のリニアでも似た例があります。そう、静岡県の着工不認可問題がありますが、それと同じ出来事がありました。ただ、こちらの政党、その後は身内でのごたごたが起きました。最終的には、インド人民党が与党になりました。その結果、州知事も新幹線推進派の人に代わって、じゃあ新幹線計画再開するぞと言い、ようやく用地買収のスケジュールが決まりつつある状態になりました。現在、2030年のオープンを目指して工事しているようです。なお、完成すると、インド版 E5 系は最高時速320キロで運転する予定です。総延長は508キロで、東京から京都くらいの距離です。列車に関しては、速達型と確定型が設定されます。はやぶさ号の場合、所要時間は2時間7分、やまびこ号の場合は2時間58分になるようです。現在、この区間は在来線で約7時間かかっているとのことです。故に、新幹線ができれば大幅な時間短縮になります。運賃は全線同士で3000ルピー、日本円で5000円くらいになるようです。日本式の新幹線、成功するといいですね。まあ、そんな緑色の JR の新幹線がインドにできるわけですが、皆さんは何かコメントありますか？では、説法タイムに移ります。今回は、インドが日本式を採用した点にそのまま着目しました。日本を参考する一方、JR 東日本の新幹線を導入します。台湾とは違って JR 東海ではないですね。ウプ主のおっさん、こう言い残しました。日本、そして緑の JR を参考にする。なるほど。これが本当のルックイースト政策ってやつですね。